時刻は6時15分です。今日から小樽夏の風物詩、小樽牛尾祭りが始まりました。現場には井口記者がいます。井口さん。はい、あれ浴衣を着た方たちが上手踊っています。もう見応えがありますねとても皆さん何列にも連なって踊り歩いています。素敵です、私は今小樽駅の前にある、中央通りのすぐ近くにいます。今行われているのは祭りの開幕を告げるイベント牛尾触れ込みです。都通り商店街近くからスタートして、踊り手およそ200人が牛尾音頭に合わせて市内中心部を踊りながら練り歩いています。素敵。先ほど参加する方にお話を聞いたんですが、30年以上前からこの牛尾触れ込みに参加しているということで、もう踊りが体に染みついていて、今年も1時間踊り切りたいと意気込んでいました。明日も昼から牛尾練り込みがありますが、今年は熱中症対策のため例年よりもコースをおよそ600メートル短くして行うということです。井口さん、まさに小樽の街全体が盛り上がっている印象ですけど、先ほど取材していたメイン会場の様子はいかがでした？はい、メイン会場もたくさんの人でにぎわっていました、メイン会場にはおよそ、117店舗の出店が、出店しています。家族連れなどの方々が楽しんでいました。またステージでは夜までダンスなどイベントが盛りだくさんで、最後まで9時半ごろまでパフォーマンスが行われています。初めて来たので今圧倒されてますかき氷美味しかった。美味しい。年に1回一番大きいお祭りなので来なきゃいけないなって地元の方ですね。おー、最終日のあさって午後8時からは花火大会も行われます。およそ3000発の花火が打ち上がる予定です。もうすでに盛りだくさんのこちらの盛り上がっているイベントですが、明日からもイベントが盛りだくさんですので、皆さんもぜひ来てみてください